さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 日本保守党に強烈な追い風ということで、党員も続々加入していると、これ、有本さん言ってたでしょ、そしてね、怒り、浸透の国民がたくさんいるわけなんですけども、これね、かなり追い風になっておりますよと、まあこれはね、えー、高市さんというのは残念だったんですが、ちょっとそれ、横に置きますよ、高市さんというのは横に置きますけども、まああの今回の総裁選、そして高市さんがあんな形で、ね、負けたということが、明らかに日本首都には強烈な追い風になっております。これね、衆院選行くと思いますね。 日本をししってて言葉をドーンと出してくれましたさあこれね、百田さんなんですけども、この顔見れば分かりますわね、自民終了ということで、戦後最大の国難の時に、うん、自民党は無能の男を首相にしたという決断をしたと、はいまあ、これ、その通りですよ、でこれ、百田さんも、まあ、あとはね、常年司さんあたりもそうなんですけども、なんかね、この議員が高市さんには入れないらしいぞという情報が結構入っていると、まあそれが残念ながら的中してしまったわけですが。 これがなぜ日本保守党に向くかまあこれ簡単な理屈ですね別にねこれ政治の専門家じゃなくても簡単にこれは分かることなんですけどもそもそもですねこう日本保守党非常に集客力もありましたところが今回の総裁選に関して大阪でやった後で写真見せますけども大阪でやった外選とかすごかったでしょあれね首相クラスの演説ですよあんだけの人数を集めるのはでなんで集まったかっていうとまだこれ高市さんの敗戦が確定してない時にやったこれは外選になりますでもねこれ今回の総 防災線でもう高市さんを押すとというう空気これがうわーっと広まりまりしたで高市さん以外になったら大変だとですからね今までちょっと眠っていた半眠りしていました保守の人たちというのがこれは大変だと日本保守とも応援しなくちゃいけないそれがあの集客につながったと私はね思っているんですよでそして今度高市さんがこういう結果になってしまいましたでどうですかこれ昨年の LGBT 法案の時というのはみんなええと思ったんですが投票しようにもね選挙やってるわけじゃありませんしましては日本 保守党というね、こうしっかりとした保守の政党なかったでしょ。だから、LGBT 法道ができました、うーんというなんかね、もやもやした気持ちをどこにぶつけていいか分かんないと、そういう状態だったんですよ。ところが、今回、どうです本当にこれだけ盛り上がって、高市さんがあんな形でおかしな巻き方をした、まあ、自民党が腐ってるってことはよく分かったんですが、これで選挙すぐあるでしょ。で、日本保守党という受け皿があります。となると、どうでしょう、ここからトーンダウンするってことはもうありえませんよね。これが選挙にに向かってっしぐらに右肩上がりで この保守党に注目が集まるというのは、もうほぼこれ、間違いないと言ってもいいです。で、今回なんですけども、X を見ていますと、ああ、なるほどなーというのがねもうあふれかえってるんです。 これなんかもう代表的な例なんですけども、ハッシュタグ見てください。自民党を辞めます。そして日本保守党と、これがね、セットになってるんですよ。で、しかも、ちょこちょこ参見されたのは、自民党員を今回さすがに辞めます。そして日本保守党に入党しました。こういう X を挙げてる人がかなり数に、ね、上っているんですよね。で、こちらの方もそうと、これはね、20代の未熟者ですかなんて書いてありますけども、まあ、この人は順然と、今回の状況を見て日本保守党に入ろうということで、入りましたと。いいですか 20代なんですけども今回のあの選挙を見ていればそりゃ頭にくるでしょで本当にね日本が危ないと思ってる人保守に入れなくちゃまずいと思ってる人これで石破さんになっちゃうとまあおかしいなことになるのは目に見えていますところが投票先ありますないんですよ。 そうでしょまあ、強いて言えば賛成党ぐらいかなってことになっちゃうんですけどもまあ、せいぜいそのぐらいしか現状ではありませんで維新というのは、まあ、維新の中にもちゃんとした人は絶対いるはずなんですけども全体的にはもう中国の匂いですよねあっちの上海の匂いがプンプン漂ってきますのであそこには入れられないとでしかも今の斎藤知事の一件でおかしくなっちゃってるもんですから全く、ま 全く持って投票先がないんですよだからそれが日本保守党に向かっていくっていのはもう明らかですよねあ。こんなものも載ってましたね。これはね尼崎のパン屋さんらしいんですけどもはいこういう形でパン屋の軒先、店頭にこうやって貼ってくださっていますとうんこういう写真も出てきました。で問題はねこの街頭演説なんですがこれは昨年の11月のあの伝説の救急車パトカー妨害事件とされる例のやつなんですがものすごかったわけでしょ。 考えてみたらね、全然まだ政党になっていません。議員もいませんと。で、この段階では、確か、の碧南市議のね、あの人もまだこれ、当選してなかった時かな。はい。まあ、当選してたとしても、1人、これは地方の市議が出たと。その段階で、この有本さんと百田さんのこの街宣にね、こんだけ人集まります。異常ですよ。でところが、これをピークにして、まあ、ちょっとね、下がったという感がありましたけども、まあまあね、えー、この星をこう攻撃したい人っていうのは、ほれみろと、もうあんな もはこれでピーク終わってこのままうさん無償だうんさん無償だなんて言ってましたがそんなことありませんよねずっと地道にやっぱりね有本さんは活動してましたまあ私もそういうことはずっと動画でねちょこちょこと上げていましたけどもはいこちらでございますやっぱすごいですよそうでしょうこれを見て自民党ってビビったはずなんですよだって実際ねあまあ国会議員もこれ権威なんかもそうなんですけども知り合いの愛知県議も言っておりました日本保守党のあの勢いなんだお前情報あるかってわざわざ私連絡ありましたからねそのぐらい自民い 民党の中でもこれはやばいという空気がが走ったんですがところが、今回やっぱりおかしな選択をしてしまいましたよ。なんであの人たちはわからないんだろうかと言いたいですけども今回ね衆院選そんなに勝てると私は思いませんね、まあ、かといって大敗まではいかないと思うんですが相当ね、ね議席私ね落とすと思いますね。保守の力を完全に舐め切ってると思います だって今回にしても、まあ石破さんが勝ったとはいえ石破高市ほぼ半々なわけでしょ。で議員票もあんな形になってます。で議員票もほぼ半々なんですよ。ということは国会議員の自民党員の中でも石破には入れたくないぞという自民党議員が半分近くはいたと。だってこれが結論でしょ。となると地方の県議とか市議レベルになるとまあこの比率でいくとやっぱり半分ぐらいは俺は高市だって人がいるわけなんですよ。この調子でいって石破さんがおかしなこと、まあしますわ。間違いなくおかしなことしますよ。税 金を上げるわかもにゃ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 言ってそして選択的がどうのこうのってこれも言い出します下手をしますとアメリカのエマニュアルこのね、えー、中日大使の影響を受けて LGBT とかね同性婚とかねああそれもやっぱり自由だよねとか言ってね彼平気でやると思いますよでそんな匂いが出てきましたらこれは間違いなく影響してくるでしょうでただね私が大敗まではいかないっていうのはそれに関しましてはねこの政策を打ち出す前に選挙やっちゃうもんですからそこまで気づかないね 非常にのんてんきなまあ静着の皆さんがいるのは事実。なんか石破さん、おとなしくて良さそうとかね、えー、なんか物分かりが良さそうみたいなことで入れる人がまたたくさんいるのは、これは事実でしょ正直言いましたね。だからそこまでの大敗はないと思いますけども、あの甘く見てると、これ、対象とかそんなことは僕は、ね、ないと思っていますね。はい、これもそうです。これが今回でしょ 見てください。これね、えー、さっきの,、まあ、あの,なんだあの夜の外線のね、えー、これなんて言ったらいいんだろうな、さっきの夜の外線の場所というのは、この写真でいきますと、左手前の方なんですよで。そこからね、これ西の方に行きますと、この場所が出てきまして、さっきの人数と比べてみても分かりますけども、これ、どんだけいます。すごい人数がいますで。しかもね、この画角ですと、左の方もまだ見切れておりまして、こちらの方にも人がいますと。で、で、え、こ、ー、この右手前なんですけども、これ えっとね、2階には人は、ね、ほとんどいないんですけども1階は結構いるんですよで考えてみたらねこれってね気候が良ければまだいいんですけども結構まだこの時暑かったんだ相当暑いですよそれなのにこれだけ人が集まってこの百田さんや有本さんの話を聞いてるどうですこれいいですかまだ高市さんが負ける前ですよもし同じところで同じ場所で時間帯で日本保守党が演説をしたら今ですよ今高市さんが負けた時にやったらもっと人集まってきますよそうでしょう だって怒りの持って行き場所がないんですもんここで百田さんが熱く語ってみてくださいよもうぶち切れたとこれはもう日本を保守党にぶっ込むしかねえって、まあ、何ぶっ込むか分かんないんですけどぶっ込むしかないんですよ結局そういうことでしょ腹立った,たって人が、ね、日本中にねわんさかわんさかいますただ唯一残念なのはこれは有本さんとか百田さんにしましてもね,ねあの体は一つでございますので、えー、全国いっぺんに同時多発的に発生するわけにはいかないんですだからやむを得ないでもね今ネットがあるんですよね私もそう そうなんですけども、まあ、例えば50代、60代、70代、80代になってもネットを普通に見る時代になってます。昔だったら本人がこうやって現れなかったらパワーを発揮できなかったんですがこういうところで人を集めるそしてネットでどんどんやるとこれは、ね、相当のパワーになってきますで。今まだ候補者は当然具体的に決まっていませんけどもこれは衆院選には確実に複数これ出してくると思いますのでそれを、ね、もう全力多いんです。 それししかかないででょとにかく全力応援ですよ公認候補で出した人間はどの地区であろうが、ね、もう比例だろうが何だろうがとにかく全力応援して1人でも多く当選させるこれを、ね、やるしかないです。 いやー、ぜひね、皆さんね、応援してください。私もね、これ選挙始まりましたら、日本保守党はね、もう毎日のようにガンガン応援させてもらいたいと思ってます。ぜひ皆さんね、えー、そのあたりは、こう、フォローとかね、私の応援もお願いしたいと思いますと。あ、それで、これ、昨日だったかな、名古屋なんですよね。向こうにあれ、三越があるんですけども、えー、名古屋で、やはり日本保守党は凱旋をしました。で、手前に百田さんいるでしょ。で、向こうに河村さんいますよね。で、左側に地元のテレビが、あ、これはね、取材に来てるんですけども、CBC 戏。 と N N と JNN 書いてありますつまりね、CBC、これはね、チューブブロードキャスティングということで、チューブ日本放送の略なんですけども、JNN、つまり TBS 系なんですよ。でね、まあ、これは仕方がないんですけども、私もね、これが竹の子チャンネルさんのこれ、キャプションちょっとお借りしてますけども、ずっと動画見てますと、まあ、仕方ないんですけども、カメラは基本的には河村市長だけを追っています。まあ、しょうがないですよね。これは名古屋の、まあ、これ放送局で、場所が名古屋で河村市長 村塩ですから。まあ、カメラとしてはこのカメラさんを追って。 そして、えー、テレビのニュースでは、まあ、百田さんのこともちょろっとやってまあまあこのぐらいになると思うんですけどもこういう形で地元でもお、まあ、日本星ととって名前はこれは、ねえー、知れ渡っているはずなんですよね。さあこれ楽しみですよ、川村さんあのね川村さんが合流したときに川村なんか入れるんかよってやめた人も結構いるはずなんですがいやーね本当ねなんであの時私思いましたけどなんでそう短絡的になるんだろうなとどう考えても川村さんが入ることによってこれ幅広がってるんですよ。はい 間違いなく私はね、川村さんの加入というのはものすごく大きなポイントだと思ってますね。さあそしてもう1人、援軍この香港さんというのはずっとね、日本保守党のことはもう延々と応援してます。で、今回、 はい今回、この絵というのは、えー、あの正義の見方から、これね、キャプチャー取りましたけども、言いましたね、香港さんね、えー。もう今回の自民党はもう完全に地に落ちたと。でもう、保守の人間でね、保守を応援してる人でもう嫌気がさせて、ふざけんなって人が、保守の方特に日本保守党なんかにガツーンと票が流れますぜってことで、バーンと地上波で言ってくれました。で、これは残念ながら、あこの関西だけのローカル番組ですけど、 関西ローカルってだってね、これ関東に続く関西になりますから、ものすごくこれは人気番組です。だからね、大阪の外線で人が集まったっていうのも、やっぱりね、関西の方がね、結構受けがいいというのはどうもあるような気がしますね。えー、これはね、事実かもしれません。まあ、あの、百田さん自身が関西の人間で、まあ、関西弁が入るってこともあります。で、香港さんといいますかね、この正義の見方、大きいですよ。これ、本当のことやってくれます。で、その番組で、この香港さんが日本を保守党にガツンと行きますぜと。あ と,こと言ったことでまた日本保守との知名度がドーンと広がりましたので関西地方に候補を立てるとこれはねかなりいけると私はね思っております本校さん本当ありがとうございましたとということで日本豊かに強く皆さんねこれ本当徹底的に、ね、応援しましょうもう私もねもうブチ切れそうと言いますかもうブチ切れてるんですけどもだからこうやってね応援しているんですよってことでブチ切れると言えばうーん総裁選石橋に旧岸田100票以上流入かとこれも本当に腹立つよね 日本破壊クソメガネがトレンド入りということで本当、岸田さんね最後の最後にまたやってくれましたと日本をむちゃくちゃにして去っていくというねこういうことをやってくれました。ままあねねね日本の、ね、トップをやった人に対しまして、ねまあ こんな風に言いたくないですよ、こんな言葉使ってね。だけどね、言わざるを得ないでしょう。どこまで日本を破壊してめちゃくちゃにするんだってことを言いたいですよ。そして結局、石破さんに流れて、石破さんがまたね、えー、めちゃくちゃなことをやって消費税も上げにかかると、もう宣言してるわけですから、おかしくなるに決まってるわけですよ。もうね、許せませんよ。ほら、もうね、日本の国民、怒ってます。しかもね、本当に日本で怒ってる国民がわずかし,ないしかいないなら別なんですけども、今回違うでしょう。 でこの人も書いています。あなんかこの人ちょっと有名な人らしいですね。私よく知らないんですけども。ということで同じような形で今回のね「日本破壊クソメガネ」と「うわ腹立った!」ってこともねここに書いていますよね。あところでね ただね、一個だけね、苦言定したいんですよ。これね、和田政宗さんのあの、このポストを見て、ああ、そうかと思って確認したんですけども、これ、百田さんがね、まあ、ぶち切れたんでしょうね。これ、自分のこの、まあ、百田チャンネルで、鳥取県の人口、何人おんのかなと、数十万ぐらいでしょ、そこから選ばれてるやつがね、日本の総理大臣になんねもういい加減にせんと思うんですが、と言ってしまったということで、これはね、私、百田さんね、まずいと思いますわ。鳥取県の人口が少ないから、そこから選ばれたやつがなるのはおかしいと。いやいや、これはね、百田さん、 今言ったように、ちょっとまずいかなあ、ちょっとじゃないかな、もう少しまずいかな、だからね、百田さん、今後ね、えー、国会議員を出す政党になりますので、 頭にプチンと切れるのはよく分かりますよ。もうぶち切れるのはよくわかるんですけども、もう少しだけ百田代表、ぜひ抑えてください。私ね、これに関しましては、日本保守党、本当応援したいんですけども、これはね、なんかこういう問題があるために言いたいと思います。百田さん、ぜひ抑えてくださいとお願いしますね。ね、えー、そして、ね、引き続き香港さんはガン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 ね、応援してください。 お願いしますと言いたいんですけども、さあ、本当に最後はね、この記事で締めくくりたいと思うんですが、埼玉県でこんな事件あったの知ってますえっ、ー、と、上書いてありますよね。まあ、こういうひき逃げ事件がありまして、トルコ国籍の18歳の男を逮捕と、まあ、あの、16歳と17歳の、まあ、これはね、なんだ、建設作業員と男子高校生が乗ったミニバイクが衝突し、まあ、このままね、男の子かな、これあの、あ建設作業員の方かな、あこちらの方のね、まあ、子供が亡くなってということで、で逃げたんですよ。ね。 ね、見てください、これね、トルコ国籍の 18, 世紀、えーはい、18歳の男と、しかもね、この男、無免許ですからね、で場所、川口でございます、はい、大体分かりますよね、まあ、ただ、記事ではトルコ国籍と書いてありますから、まあ、トルコ国籍、なんでしょう、私、それ以上分かりませんよ。でも この問題もありまししたでしょいわゆる移民問題なんですよで移民問題については、まあ、現状では高市さんはさほどと言いますか、ほとんどね、えー、なんかいろいろ言ってるっていうのは不思議はなかったんですが、まあ、僕としてはね、高市さんにはもうちょっとね、これについては突っ込んでほしかったと思います。まあ、ただ総裁選では突っ込みづらかったんでしょう、まあ、これ、しょうがないですわ。ただ、これに関しては、日本保守党はもう明言しております。これ、おかしいと言っております。で私もそののののりだと思ってますのででこの辺に対しまして突っ込んでね問題というのを炙り出せるのは,これは も日本保守党が一番だと思ってますんで、これぜひ皆さんね、日本保守党これをね応援していきましょう。また、あ、私ね、これ選挙が具体的に明らかになってきましたら、日本保守党は毎日これ動画にしてアップさせていただきたいと思います。今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。